株式実務を DX するなら MUFG ファンドア。 MUFG ファンドアは株主総会、取締役会やストックオプションの発行、管理などの株式実務を DX するサービスです。株式実務のスペシャリストによるサポート体制も MUFG ファンドアの特徴の一つです。最初に株主総会の機能の説明になります。株主総会の書類準備から招集通知の送付、議事録の作成までワンストップで完結できます。まず右上の株主総会を開催するをクリックします。実開催とみなし開催の選択が可能です。株主総会の種類の選択や開催場所の登録を行います。議案を設定することで招集通知が自動で作成されます。電子メールで招集通知を送付する株主を選択できます。最後に登録した内容を確認し、問題がなければ送信するボタンをクリックします。招集通知の送信が完了しました。電子で回収した委任状を自動集計します。紙で回収した委任状は PDF をアップロードして集約できます。議事録は自動作成もアップロードも可能です。次は株主側の操作方法になります。招集通知がメールで届きます。株主はファンドアに登録していなくても招集通知の閲覧が可能になります。委任状を1分未満で簡単に作成できます。招集通知の内容を確認した上で委任状の作成に移ります。問題がなければ委任状を MUFG ファンドア上で送付します。控えがメールで届きます。次は取締役会機能の説明になります。取締役会の招集から議事録の作成、電子署名まで簡単に完結することができます。まず右上の新しく取締役会を開催するをクリックします。取締役会の開催情報を入力します。招集通知は自動作成もアップロードも可能です。アジェンダを入力することで招集通知が自動で作成されます。招集通知に添付する資料がある場合はアップロードします。招集通知を送付するメンバーを選択します。登録した内容を確認し、ワンクリックで送信は完了です。議事録は自動作成もアップロードも可能です。役員側の機能の説明になります。招集通知がメールで届きます。当日のアジェンダを MUFG ファンドア上で確認できます。内容確認後、署名を行います。議事録が MUFG ファンドアに集約されているのでいつでも確認可能になります。続いてストックオプション管理機能の説明になります。 MUFG ファンドアではストックオプションの発行内容や付与者を管理することが可能です。ダッシュボードではストックオプションの割合や付与者を確認することができます。発行したストックオプションの基本情報や行使期間、行使条件等を登録します。契約書をアップロードし、条件の詳細を確認することが可能です。基本情報を入力後、付与者を登録します。付与者の基本情報や属性等を入力して登録は完了です。付与者はCSV での一括登録も可能です。ストックオプションを付与した後の自社による取得や消滅といった履歴も記録することが可能です。発行したストックオプションや付与者の管理を原簿や資本政策表と連動して一元管理も可能です。最後に
ストックオプション発行機能の説明になります。本機能ではストックオプションの発行に必要な書類の作成やタスク管理もまとめて実施できます。まずコーポレート手続きからストックオプション発行を選択します。ストックオプションの発行要項を入力します。ストックオプション発行に必要なタスクリストが表示されます。順を追って手続きを進めていきます。 MUFG ファンドア上で取締役会、株主総会に関する書類を自動作成することも可能です。株主総会や取締役会での決議など必要な手続きを進め、登記申請まで行えば発行手続きは完了です。発行したストックオプションの情報はストックオプション管理機能に自動で連携されます。 MUFG ファンドアはコーポレートアクションを DX し、事業に集中できる環境を創出します。煩雑な手続きもこれ一つで完結。